ということでね、1日目の野宿はテント張るのめんどくさかったんで、ベンチに直接寝袋を敷くスタイルで過ごしました。まあ、野宿のプロなんで、老人の早朝散歩ルートから外れるであろう、このね、河川敷沿いを選んだ結果、誰にも見つかることなく、そわそわしながら、どうにか朝を迎えることができました。まあ、最低気温がね、10度ってことですっげえ寒かったんで、大体ね、2時間おきぐらいに目が覚めて、寒いって震えながら寝てたわけなんですけど、寒かったんでね、とりあえずコンビニで、ホットコーヒーと食パンを胃袋に詰めて、原付にまたがり、山を越え、谷を越え、本日の目的地に向かうわけでございます。どうもスティーブです。ってことでね、北関東集落調査の旅2日目でございます。まあ、ここまでね、約100キロ原付で走り、目標の15集落のうち、やっと1つ、昨日終わったところなんですけども。あとね、群馬県と栃木県と茨城県、14集落を調査していかなきゃいけないわけなんですが、現在残りの残金がですね、5000、6000、7000、8000円と、こちら、897円ですね。約2週間ぐらいかかる旅を1万円で過ごさなきゃいけないということで、だいぶ今切り詰めてるんですけど、毎回コンビニに行くたびに、食パンにしようか、スティックパンにしようか、まあ、値段同じぐらいなんですよね、どっちも。ただスティックパンよりも食パンの方がどう見ても傘が大きいしなと思って、腹に詰まるかどうかだと思って、昨日夕飯も今日の朝も食パンを一斤食べてきました。もしかしたら今日の夜はスティックパンを食べることになるかもしれないです。ちょっと楽しみですね、スティックパン食べるとしたら。ってことで今回はね、群馬県中之条町栃窪っていう集落を調査していこうと思います。この道中見てもいただいて分かったと思うんですけど、まあすげえ山奥の方にあって、あの道も細いようなねところにあったんでね、まあだいぶ貧困に悩まされて大変だったっていう、はたまたその天然の冷蔵庫の遺跡が残ってるなんていうのはあるんでね、ちょっとそちらの方を調査していこうかなと思います。そんでね、一番最初は今僕がいるこちらのね、栃窪分校、はい、小学校ですね、栃窪分校の方を調査していこうと思います。でね、この動画を見終わる頃には知られざる歴史をこの小さな集落から学ぶことになると思います。ということで行ってみましょう。こちらの栃窪分校詳しく見ていきましょう。正面から、ね、ぐるっと回ってみます。とりあえず一番最初の玄関とこの正面にまずね、ドンとあるのがですね、こちら学び屋の地って書かれた石碑でございます。結構比較的に新しい感じで、正面の方にはこんな感じで歴史が書いてありますね、ブラ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 ーっと。でこの裏側、はい、裏側の方には多分この石碑を建立した人たちの名前がずらーっと書いてあります。よーく見てみると、この富沢ってね、昨日行った大道にゆかりのある名前とかあったりしますね。でこのこちらの方に見てみましょうか。こちらの玄関の方には、はい、栃窪公民館看板がございまして、でこの中の方には鍵がかかって入れないんですけど、まあ今も公民館として利用されてるんだなっていう感じで、結構綺麗に、はい、使われてるみたいですね。だから現在も使われてるのかなって感じです。ちょっと時計が時間合ってないですけど。でその右手の方にはスズメバチがいます。スズメバチ怖いな。はい、この右手の方には来たよっていうね、あれのノートがございます。でこれ古いやつ、2003年とかね書いてある、結構古いやつありますね。もう20年前か、2003年も。で多分このボールペンがあるやつが一番新しいやつだと思うんですけど、これが2014年にやったやつなんですけど、一番新しいの誰だな、令和4年5月11日ですね。んこのようにちょっとマジ不吉な感じ、嫌ですね。3週間前か、これ見なかったことにしましょう。はい。ここ、上のやつ人が、かわいい絵描いてくれてる、担々麺、なやきこって書いてあるんですけど、ちょっと不吉な感じがします。見なかったことにします。というのが、こちら、栃窪分校の玄関口でございます。ちなみにね、この栃窪分校ができた経緯っていうのが、まあ、明治になって、学校っつうものを作ろうぜ、近代化しようぜっていうのがありまして、この近くの岩本村に学校ができて、あのいろんな村々からね、その小学校に通ってたんですけど、あの栃窪にね通う児童の数が極端に低くてですね、男子 56% に対して女子 0% っていうね状態だったらしいんですよ。それやべえっつうことで、この栃窪分校ができたわけでございます。とりあえずね、またこの校舎の散策を続けていきましょう。こんな感じで遊具があったりして、あ、昔ここで多分ね、こう体育が行われてたんだなって分かるような感じで、こちらには鉄棒があって、あっちの方にはこれなんだ、運転なのかな、これなんて言うんだろう、運転ではないけど運転っぽいやつですよね、があります。では裏側の方に行ってみましょう。
で裏側の方にはこんな感じで昔の作りの渡り廊下なのかなあれはがあって、こちらがね多分ねこれはね倉庫かなって感じですね。お、これほらなんだかわかります、これ多分運動会で使った時の玉入れ用の用具ですね。でこうねまっすぐ進むとこの渡り廊下の先の方にはトイレがございます。で裏側の方はこんな感じですね。こうね渡り廊下だとかのこっち側トイレの横にはですねこういう感じでガスコンロがあったりするんで、もしかしたら昔ここでご飯が炊事されてたのかもしれないですね。まあここで昔ねこの遠いから行けないっていうガキンチョたちが通ってたわけですね。はい、こんな感じで一緒。お、ここに看板がございます。だいぶ字が読みにくくなってますけど、映画月とキャベツだったり、映画なんだこれわかんないのロケ地だったみたいです。なんでねこの特にねこの月とキャベツ、こちらの映画のロケ地として有名らしくて、たくさんの方がいらっしゃるみたいですね。その看板のすぐ横の方には黒板があるんで、ここで授業をしてたのかなと思われます。でちなみにその1975年の閉校直前の小学校の児童の割合なんですけども、男子児童がなんとゼロ、はい、それに対して女子児童3人というね、まあハーレム状態、まあ、ぜひともその時に僕はこの小学校に通いたかったなと、ね、女子3人と男子1人なんてみんなで取り合うわけじゃないですか僕のことを、そんな生活、そんな学校生活を送りたかったなとも思いますけどね。土地窪分校の校舎を見てきたわけなんですけども、伊勢湾台風っていうのが昭和34年にありまして、その時ね校舎が大破しちゃったんですよ。でその時に仮の校舎として使った中央堂っていうエマ様祀ってるねちっちゃなお堂が集落の中にありますので、ちょっと裏道通ってそちらの方に行ってみようかなと思います。こんにちは。高山の方に向かってるんですよ。はい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 、はい、今ねちょっと地元の方とお話しする機会があったんで、ちょっとね詳しくお話聞いたんですけど、どうもやっぱねこの辺の人やっぱ田んぼがないってことで生活の糧にしてたのがねやっぱタバコの生産と蚕で、どっちかというと蚕のウェイトの方が占めてる量が多かったらしいです。地元の方のお家でもタバコの生産してらしくて、あの自分家を生産したタバコをしてたわけですよ。そしたら麓の方のタバコ屋さんが近くからタバコ全然買われねえなって言って、自分家で生産したタバコ吸ってるせいでうちが全然儲かんねえやっていうので警察にこう話したらしくて、その今お話した人のお父さんが2日ぐらい拘留されたらしいです。ということで縦横道に着きました。こちらの方で伊勢湾台風っていうでっかい台風のせいで学校が壊れちゃった時に校舎として利用したっていうのでね、お堂なんですけど四角じゃなくてこう長方形の形をしてます。でこちらの縦横道の中にはあれですね、見えるでしょうか、こんな感じで獣王像って言って地獄の王様みたいな、仏教において人が死んだ後あの世で僕たちがね天国に行けるか地獄に行けるかの制裁を下すのが十人の王様、地獄ので、その中の一人でね閻魔大王がいるわけです。これあれでしたね、小学校の校舎にもありましたね。このぐるぐるってしたやつ、ちなみによくねお地蔵さんお地蔵さんってみんなからこう知られてるのいるじゃないですか、お地蔵さんって、お地蔵さんっていうのはその地獄までも救済に向かう人ってことでみんな大事にしてるわけですよ。でこの縦横道のすぐ横の方にはねこう石像、お墓だとか石像物がたくさんありますね。この中にですね地蔵菩薩でございまして、こちら普通のねお地蔵さんなんですけど、こちらができた経緯っていうのがちょっと面白くて、古くからその養蚕が盛んだったんで女性の方たちもね養蚕でお手伝いしたんで、そのうちの収入のへそくりでみんなで作った地蔵菩薩らしいんですよね。なんでこのお地蔵さんの台座の下のところにはね、読めるかな皆さん、女人18人、要するに女の人18人でへそくり出し合って作ったよっていうのがねこの台座の下の方に書かれてる、そんなお地蔵さんでございます。これなかなかねわからないと思いますね。僕のイメージですけど、こういうね石像とか作るときってお金に余裕があるときよりも何か救いを求めるときの方が来るのかなっていうイメージがあるんで、困ってた時期が多かったのかもしれないなっていうのは思いますね。ということでね、これから吾妻や風穴に
行ってこようと思います。もうまずね、この風穴自体の場所も県道からだいぶ離れた場所にあって、でそこからさらにあの車両進入禁止で、その先にある道路に進まなきゃいけないというので、あの行くのが難儀ですね。でね、道中もそうだったんですけど、すごいこの辺りの山にね、石がたくさんあるんですよ。岩だとか石みたいな、でっかいでっかい、本当でかいですよ。僕の身長と同じぐらいの、普通に人と同じぐらいの大きさの、それ以上の石がたくさんあるんで、あの落石注意の看板がマジで至る所にたくさんありますね。それだけ上の方見て気にしながら気をつけていこうと思います。でこれから行くね、その吾妻屋風穴っていうところが養蚕、蚕の卵を作るとかなのかなみたいな感じですね。なのでちょっとある程度一定の低い気温を保ってなきゃいけなかったらしいです。ということでね、あっという間にこの風穴のところに着きました。まあ、天然の冷蔵庫でございます。こんな感じでね、入り口のところには風穴に関する資料が書いてありますね。この実際に、ね、中に入れるみたいなんで、ちょっと行ってみましょうか。これなんか強調して天然のものですって書いてあったんですけど、多分本当にこうなんだ、人の手によって作ってた自然冷蔵庫って、もともとできてた穴っぽい、そんな感じのように書かれてありました。お、風穴。こちら調査中につき立ち入りご遠慮くださいっていうね、張り紙があるんですけど、入り口のところはこんな感じで、すげえグレーな感じで、行っていいのか行っちゃいけないのかよくわからない状態です。実際にこれどれぐらい涼しいのか体験したいんですけど、これはグレーゾーンってことで行かないようにしましょう。1号風穴の方は現在調査中につき立ち入りはちょっと禁止がされてるんですけど、2号風穴の方はね入れるみたいなんで、ちょっと2号風穴入ってみます。めっちゃ怖っ、深っ、やっぱやばい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 、おーおーおお、すげえ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 、うわ、どこまで行くんだ、え、やばいやばいやばい、はい、ゾーンで、2号火山すげえ浅いです。もう僕の身長のあの乳首のあたりまで、はい、パイオツのあたりのまでの深さなんで、だいたい1メートル2、30センチぐらいかと思われます。これだけで何も変わんねえんだろうと思ったんですけど、いやすげえ涼しいです。明らかにね、こうスーッと入ったら涼しさが一気にやってきました。おお、すげえこう冷風がね中からこう吹いてくるんですよ。こっちに向かって。ほんの1メートルちょい下に下がっただけで、ほら吹いてくるもん。スーッと寒さがこう隙間があるじゃないですか。そこから冷風がね吹き込んでくる感じ。はあ、このあれだけでこれだけ寒いのか。ちなみにね、気温が今外のところが27度ぐらい、だいぶ暑いな。なんですけど、こちらの備え付けの温度計によると気温 5.9 度なんですよ。ほんの1メートルちょい下がっただけで、この風穴からすっげえ涼しいのがやってくるっていうので、ね、めちゃくちゃ今気持ちいいです。ずっとここで寝たいぐらいですわ。 5.9 度の冷風がこの穴の奥から吹いてくるわけです。 1.2 メートルというね、それだけの深さでもこれだけ涼しいんで、地下1階は整理室、これぐらいの高さで整理室、それでもすげえ寒いけどね、ことでも。そのさらに下、地下2階は冷蔵室、地下3階に関してはなんと冷凍室だったらしいです。自然で冷凍されるっていうね、すんげえところがあったわけです。そこで養蚕の卵かな、保存してたこの吾妻屋風穴でございます。ふう、寒いってことでね、ここまで僕についてきてくれたあなたはね、この僻地にある集落から知られざる歴史を学んだんじゃないでしょうか。実際来てみてね、思ったよりというかすげえ標高高いし、もう道のすぐ横にも岩がゴツ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 してて、岩ばっかの場所でしたね。まあ逆にそのおかげでね、吾妻屋風穴あったり、多分あの岩がこうあるからこそ冷気がこうやってきて涼しくなるみたいな感じで、あそこ入った時すげえ冷てーと思いました。まあどうしてもこの日本全国的なね、この過疎化には抗えず、どんどん今人口が減ってるそうで、だいたい5世帯ぐらいかなって話を地元の方から聞きました。まあ、ちょっと寂しそうな感じがしたんでね、できることなら住んであげたいぐらいの気持ちだったんですけど、それ言い出したらキリがないんであれなんですけどね。まあそういう人たちの努力を無駄にしないためにもね、とんでもなく標高高いところにあって田んぼも作れないような立地地理的条件の中で、どうにか今まで生きてきた人たちがいたんだなっていう、まあ今も生きてる人いるんですけどね、のいうのをね、ちょっと頭の片隅に入れといていただけたらなと思います。ってことでね、北関東集落調査の旅も
たや2日目が終わりました。ここまでやっと群馬県の集落2つ調査終わりまして、残金がね8000と400円ぐらいしかないっていうね。それで残りの13もあるの、残り13集落約2週間くらいかけなきゃいけない。雨も続くんでね、はい、そんな過酷な状況ですが残り13集落を調査していこうと思います。ということで次なる第3の集落がですね、同じ群馬県の南牧村星尾っていうね集落に行ってきます。とりあえずね約2時間ぐらいかけて60キロ先にある南牧村の近くにあるね緑地公園があるんで、そちらの方に向かってまた今晩も野宿でしのごうかと思います。ではでは、では、めっちゃかわいいやんけ。ということでね、2時間かけてやっと下仁田町のね公園に着きました。めっちゃ疲れた。2時間ですよ。60キロ頭痛くなってきました。やばい、これ疲労でしょ。途中でねスーパーに行って、多分これから山奥に行くんでコンビニに行くこともできなくなると思うんでね、先に食料買ってきました。結構いっぱい買ってきました。だいたい全部100円、これと88円ですよね。これも多分100円ぐらい。牛乳入りパンっていうやつね、これでも群馬県のやつなんじゃないですかね、そんな気がします。あんま見ないですよねこれ。あ、そうです、山崎製パンだ。合計4つだいたい400ちょいぐらいで、ガソリンも補給したんで、これの残金がね確か8000ちょいぐらいやった気がします。マジで群馬山奥の入ってくる方に連れて、もうマジで動物のオンパレード。何見たっけ、大量にキツネ見ました。あとはなんかちっちゃいタヌキなのか、それともアライグマなのかみたいなやつもいたし、あとシカもいたし、あとイノシシの夫婦もいたし、原付きぐらいの大きさのでっけえやつが。マジで群馬やべえっす。